こうでなければならない、ああでなければ嫌だと思って始まる苦悩、こうなったら嬉しい、ああなったら楽しいと思って実現する不思議、訪れる奇跡、一般的に念ずれば実現するとか、思いが現象化するという話がありますが、それは三次元的な現象、この世での現象で見ると必ずしもそうだとは言えません。思いが強ければ願いが実現するというのなら、余命を宣告されて死ぬ人はいなくなるはずでしょう。余命を宣告されてすぐに死ぬわけではなく、3ヶ月とか半年とかの余命を与えられます。その間に死にたくないと思ったら、他の人以上に治りたいと強く願い、その思いが叶うはずです。でも実際にはそうならないことがほとんどです。あるいはまた、会社が倒産の危機にあるとき、倒産しないでほしいという思いは強いはずなのに、倒産する会社がある。どうも念ずれば実現するということにはなっていないようです。ただし実際に思いが叶うことはあります。それは執着がない場合です。執着がないと宇宙の意志とつながって奇跡が起きることがある。恨み事や批判的なことを言わず、実現しなくてもいいけれど、そうなったら嬉しいという喜びを上乗せする考え方で、笑顔で願うと宇宙が味方をしてくれる場合があります。そうならなければ嫌だという執着があると現実にならない。宇宙はそういう単純な構造になっているようです。